ごきげんよう。ちょっとこの服装やめよう。ただいま警察署の屋上に出てきています。そしてどれを選べばいいんだ。脱げばいいのかな、このこれを。あれあ、インナー着てないという話かな。肌着。ああ、よかったよかった。ただの変態になってたや。よし、じゃあちょっと屋上も探索していこう。なんもないな、屋上は。あれ、屋上本当になんもないな。ここは防衛拠点にしてもいいかもしれない。ヘリが一応ヘリポートがあるんだな。では前回警察のターミナルで手に入れた情報で、ここに何かあるっていうことが分かったので、ここに行ってみようかな。持ち物はどうなんだろう。ストロングが持ってくれてるからまだいけそう。じゃあ中に入ってパワーアーマーを着て、それから向かおう。まだ警察署で見落としたところがあるかな。警察署の駐車場はまだ見てなかった気がする。そこを見てから行こう。今作ではその開く前からコンテナのアイテムが分かるから、かなりやりやすくなっている。ウィーン、よし、よし。どうしたんだ。ストロングの反感を買った。ちょっとそろそろストロングに嫌われそう。あなたみたいな人が必要なの。よし、ケンブリッジ警察駐車場。そういえばビップボーイからパワーアーマーを修理できるって読んだ気がするけど、どうやるんだろう。スペアが必要なのかな。なんだかマップに表示されてるとこがどういう風に関係してるのかどんどんわからなくなってきたや。あ、ここで直せそう。でも金属持ってないとダメか。よし、ここは外に出るだけみたいだね。じゃあ行こう。ここまでは歩いてった方が早い。はい、マーカーをつけて。久々のこの街だ。この辺に地下鉄があった気がするけど、そこを見たい。あ、ピピピピって音がした。地下鉄どこだったかな。敵がいる。フラルグール、バレていない。あ、バレた。外した。頼んだストロング。強いね。ストロング感心する。ストロングの好感度が上がった。は出ないんだね。あ、レーダーと戦った跡がある。荷物が、ん？ヒックマンの名刺。ヒックマンって誰だ？わ、レーダーの死体だらけだ。久々にレーダー物資が。あ、クアンタム、ラッキー。役に立つんだ。暗いなぁ。最近は、ん？ケンブリッジダイナー。見てみよう。最近は夜に活動してることが多い気がする。望んでやってるわけじゃないけど。あ、いいとこだ。ジュークボックス、いいね。トイレもある。
キノコ、発酵キノコ生えてる。このキノコ確か足にも生えてくる描写があった。トイレ作り込まれてるな。ここではどんな物語があったんだろう。マスター、あちらの方にショット。道具箱、ダイナーのこのカウンターにもショットガンって隠されてたりするのかな。いいね。ドア、従業員専用。おー、ガラクタがたくさん手に入る。いいね。また怒られそう、ストロングに。結構用途のわからないガラクタがあるけど、細かく見ていきたいな。そういえばコンクリートってどのガラクタから手に入るんだろうね。買うしかないのかな。ここはこんな感じか。こういうとこに入植者呼んだ方が安全な気もする。屋根があって、少なくとも屋根があってね、寒くなさそうだし。地下鉄、この辺だった気がするんだけど、道なりに歩いてなかったらいっか。またいつか見つけられるはず。やはり見つけた瞬間に入るのがいいのかもね、フォールアウトでは。じゃないと次どこだっけっていう感じになる。よし。あれ、ライトが消えてる。よし、向かうのはこっちで良さそうだ。そういえば今回はあの変な適性試験は受けなかったな。3の序盤にあったやつ、スペシャルを自分で振り分けることができた。あ、ギアだ。おっ、フラットバグ。君のボスに苦しめられた私は。あばらもの肉、ケンダル病院。最近病院ばっかり行ってないか。あ、ここ地下鉄？外した。銃声がする。虫だらけだ、この辺は。虫だらけだ。気持ちが悪い。気持ちが悪いけど、いい食料。いい食料だ。グールがいる。グールもいる。グールもたくさんいる。あまりめちゃくちゃに連射したらダメだ。しっかり狙わないと。よし、ストロングは強いや。戦前のお金、モールラットの歯、金時計、キャップ、エイリアンのおもちゃ、キャップ。よーし。ん、何してるんだろうね、遠くで。気になるなあ。こういうところ落ち着く。バーで閉ざされています。バーって棒？バー。ことはここは探索できるとこだ。病院入ってみようかな。病院とつながってる。よし、病院に行こう。このハイオク探検も楽しい。あ、アイスクーラーにいいものが入ってた。よし、ケンダル病院。なんか労働でアイテムが表示されなくなっちゃった。相変わらず労働時間長いな。今回からゲームエンジンが変わったのかな。よし、あ、
想像以上に散らがってる。プロテクトユアセルフ。あ、これ取れる？病院の倉庫みたいなとこだ。もう荒らされた跡みたいだね。これライトをつけているとバッテリー消費が早いとかありそう。ターミナル、モービス。あ、またキノコだ。発光キノコ。変な仕組み、変な間取りの病院だ。よし、苦手だけど。もう C と近い。 C 行くかな。やった、やった。ヤク、バカなコンピューター、叩きのめしてやる。いけないじゃないか。レーダーがいる。しゃがんでいこう。外すんかーい。自分で狙った方が良かったな。どこ？いたー。レーダーもうもはや弱い。うわあ、すごい。レールロードエージェント、びっくりするぐらい死体の山が。どこから来たレーダー。あー、タレットもいる。レーダー、ショットガン取ろう。レーダーの巣になっている。ストロング、そこを解いてほしい。上のターミナルハッキングして止めたいが、そうも言ってられないかも。コンバットナイフ、これは戦前のお金ない。楽しいか。え、おい、そのちょっと交換しよう。モッツハンティングショットストック。あー、パイプ、なるほど。強化した武器のあれがモッツに追加されるんだね。ストロングがジャンク運び。ジャンク運び人になっている。アパレルが結構かさばるんだよね。めちゃくちゃ多いね今回。また整理しないと。よし、ありがとうストロング。あ、もう戻ってこい。あ、ストロングと戦え、臆病者。プロテクトロンコントロール。起動。 OK。 移動中、プロテクトロン始動。話す。慌てないでください。はい。ストロング見つけられない。ビリビリしてる。逃げられた。あれは怖そう。ここにいるのは誰だ。怖すに限る。戦いになりそうだ。よし、痛みだと感じない。無理しないでストロング。もはやレーダーは弱いや。ストロング、痛みなど感じない。一応ミニッツマンは痛みなど感じない。我々こそがミラで、プロテクトロンと戦ってるんだストロングは。ここにタレットがあったんだ。ミーツマンは一応善人という設定だけど、やってることはあまりレーダーと変わらない気がする。ガスバーナー。なんでストロングは人間と共に行動してるんでしょうね。人造人間までいる。この病院は何が起きたの。
能性が高いです。はい。ドーン。敵は検知されませんでした。うん、警戒態勢を解除します。はい。さっきのあのバーのストロングあのドアはどこだろう。ここと繋がってないかもしれないですね。こんな感じか。あまりいいものはなかったな。ちょっと敵の強いところに、強い敵がいるところに行った後だからかなり簡単に感じます。あそこに出口、あそこから入ってきたんだ。じゃああの部屋とはつながってない、あの扉とはつながってないみたいだ。ありがとうございましたガラクタがたくさん集まった。名前付きのレーダーがいないと物語もないみたい。さあ今日は無事たどり着けるでしょうか。そもそもそこには何があるんだ。あまりログを見た感じではわけがわからなかったけど、結構遠いなあまり道草を食わないでまっすぐ行こう。フュージョンコアを失いました。フュージョンコア買うと1個600キャップするから、ちょっとこれ脱いでいってもいいかもしれない。でも脱ぐと持ち運べる重量が減るから。群衆派数、警察署のところか。ここ想像以上に広いね。あ、バラモンがいる。また遠くで爆発が起きてる。何が起きたんだろう。ザットスタック、トレーダーがやられてる。バラモン、バラモンが取り残されてかわいそう。倒して肉にするか行こう。あの辺なんで発光してるんだろう。お、恐ろしいところだ。この街から出られない。結構広い街だね。あっ、ごめんストロングストロングが犠牲になった。2倍ダメージ強い。あー出られどこ。あー光し物来ちゃった、光し物来ちゃった。ストロングストロング、ストロングいないと無理だ。広いとこ出ないと。レベルアップした、レベルアップしたのはいいんだけど、ストロングのとこに戻ろう。足を怪我してる。ストロング、光し者がいるんだ。ストロングが倒れた。腐敗した光し者、強い。怪我してる、もしや。ストロングが怪我をさせた。いいぞストロング。
もう攻撃手段を持たないはず。いいぞストロング。恐ろしい見た目をしてる。硬い、硬すぎる。よし、強すぎた、強すぎた。ストロング大丈夫か。あ、ピンピンしてる。よし、フェラルグール一発でストロングは倒されてしまうんだね。足を怪我した。恐ろしいところだ。ケンブリッジクレーター、ここに核が落とされたんだ。ケンブリッジに。そういえばマップで見るとそんな感じもする。サンクチュアリがそこにあって、うん、ボルトに入る前に核爆発が見えたけど、多分ここに1個落とされたんだ。すごいな、核戦争起きたらもう本当大変だ。核落とすメリットってあまりないと思うんだけど、でもリチャード、リチャード、名前が付けられている。リチャードのメモがある。読んでみよう。結構かっこいいおしゃれをしている。リチャードのメモ、どこだ、あった、調べる。あれ、どうやって読むんだろう。ダイヤモンドシティで買えるのにわざわざ君から新聞を買う必要があるのか。いや、川の北側のトレーダー、まあ川の北側のトレーダーや農民が買うかもしれないが、町のその辺りはレーダーだらけで、やってみる価値はない。どういうこと？レベルアップしよう。何あげようかな。ちょっとバッツもっと使えるものにしていきたいので、アジリティのバッツはどこだ。今回実弾とエネルギー弾のそのが分けられていないからすごい使いやすい。あれ、バッツはどこなんだ。アジリティのはず。うん、バッツの命中率を上げるものがあるはず。スナイパー、狙いが全て、ロボをハッキングするのもいいね。ケミスト、サイエンス、あ、これかな。アクションボーイ、アクションポイントの回復が 25% 上がる。なんかバッツで居場所が、あ、これか。バンス、知覚が2増加する。確かバッツで目標が、あ、これだ。敵を倒すには弱点をして、バッツ時に標的の耐性が表示される。これ取ろう。次はどうなるんだろう。ケイ、結構まばらに取ってるけど、それはいい戦略なのかどうなんだろう。さあ、街を抜けて外れに建物があるみたいだ。モンシニョールプラザ。びっくりするぐらい、あ、間違えた、バッツのボタンよく間違え、おー、レベル9、おー、すごい、私よりレベル高いんじゃないか
タレットがいるね。よーし、タレットは美味しい。物資が美味しい。レーダーの拠点を襲った。ターミナルがある。名前がついてるのかな。重すぎるや。強化レーダーアーマー、ストロング頼ます。もうそろそろ持ってなくなりそうだね。あー、もう持てないや。一旦帰ろうかな。これが重たすぎる。強化レーダーも捨てよう。アパレル捨てる。これ捨てても重たいや。ウェポンが重たいのかな。サブマシンガン、安いものを捨てていこう。これもうショートレーザーマスケットもう持たないで、持たないようにしよう。重たすぎるゆえ。あ、これ結構高く売れるんだね。重さとあの価値が結構比例するみたい。なんだこれ、リボルバーピストル。いつの間に取ってたんだね。何を捨てよう。ガラクタ、ガラクタを捨てようか。重たいものを見つけよう。じゃあちょっと今回はここで一旦くぐります。次、一旦サンクチュアリに戻って、でもう一回ここを探索しよう。モンシニョールプラザ。でもこの中、ここまでの道のり忘れそう。あ、でもモンシニョールプラザここか。ターミナルを見て終わろうと思います。何か書いてあるかも。あ、タレントのコントロールだった。そっかそっか。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様です。